るから。お待たせ、あこちゃん。カフェオレお父さんに入れてもらったから、よかったら飲んでね。ありがとう。ごめんね、お仕事中だったのに急に来ちゃって。ううん、大丈夫だよ。それでどうしたの？コンクールがどうとかって言ってたけど。実はね、リンリンがもうすぐピアノのコンクールに出るんだ。リンリン、そういうの出るの久しぶりだし、緊張してるだろうから何かできないかなと思って。けどアッコ、そういうコンクールとかって出たことないし、何したらいいのかわからなくって。それで私に？うん、お姉ちゃんに相談したら、すぐちんは昔からピアノやってたから何かいいアドバイスがもらえるかもって。アドバイスか。私も大きいコンクールとかには出たことないんだけど。でも思いつくことがあったら何でも教えてほしいの。リンリン、今すっごく頑張ってるから、アコもリンリンのためにできること何でもしたいんだ。何かない？緊張しなくなる方法とか、お客さんが見えなくなる方法とか。アコちゃん、リンコさんのことなのに自分のことみたいに一生懸命だね。当たり前だよ。だってアコとリンリンはこのカフェオレのコーヒーとミルクみたいに仲良しだもん。そっか。それじゃあ参考になるかわからないけど、思い出したことがあるから聞いてくれる？うん、聞かせて。昔ね、よくピアノの発表会に出てたんだけど、その中ですごく緊張しちゃったことがあったんだ。課題曲がすっごく難しくってね、何回弾いても同じところで指が引っかかっちゃって、本番まで一回もミスなしで弾けなかったくらい。それはアコでも緊張しちゃうかも。他の人の演奏が終わって拍手が聞こえるたび、自分は拍手してもらえるのかなって不安になってきて、いよいよ次が自分の番ってなった時に、私舞台に上がらなきゃいけないのに足が動かなくなっちゃって。想像しただけでも怖くなってきちゃったよ。どうしようって思ったら、舞台袖にいた私のところにお母さんが来てくれたの。それでね、ギュッて手を握ってくれて、大丈夫だよって言ってくれたんだ。大丈夫ってすごくありきたりな言葉だと思うけど、不思議と緊張してたのがふっとほぐれたんだ。それで結局課題曲は完璧には弾けなかったんだけど、なんとか最後まで演奏できたの。ごめんね、失敗した話になっちゃって。ううん、すっごく参考になった。アコもリンリンが緊張してたらやってみる。それもいいかも。けど大事なのは励ましたいって気持ちだと思うんだ。あ、そっか。リンコさんを励ますのに具体的に何をすればいいのかは私にはわからないけど、リンコさんのことを思ってしたことなら、きっとアコちゃんの気持ちはリンコさんに伝わると思うな。そっか、アコ難しく考えすぎてたのかも。もっとアコなりにリンリンを応援できる方法を考えてみる。うん、アコちゃんならきっといい方法が思いつくと思うな。だってアコちゃんとリンコさんはコーヒーとミルクなんでしょ。うん、よし頑張るぞ。アコの中に眠る闇の力がドーンってなって、リンリンの緊張が一瞬でなくなっちゃうようなすごい方法を考えるんだ。頑張って。もちろんつぐちんからもいっぱい力をもらったからね。